じゃ藤原社長、どう、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お久しぶりです。あの方針発表会、はい、あのおめでとうございます。ありがとうございます。もうあの藤原さん、会社スタートして、スタートして来月で丸三年ですね。はい、はい、高松春さん、はい、最初三人でスタートしたと、そうですね、三人でスタートしましたけども、なんとか社員も四月の一日で九十二名になりました。はい。 営業も65名とやっと形になってきたというとこですね売上もはい売上はまあ初年度8億が1000え、8億今日これから発信会やるんですけども200億を目指してやろうと2年で3年でそうですね三年で200億ですがはいでまああの B ヒーローっていうのがね今テーマって言いますかあの NPO やってるんですけどやっぱヒーローに育ってほしいなっていう思いでやってるんですけどね藤原社長もやっぱヒーロー作ろうっていうことをずっとね,ねやられてますよね林先生とお付き合いする中でやはり、えー、我々営業の中は同じマーケットで同じ商品同じ仕事をしながらこれだけ成果が上がるっていう、えー、上司が過去の、えー、実績をもとに昔話を自慢するんじゃなくてその現場でやってる中からこうヒーローを出すと。 そこにあの力を入れてやってきました。はい、はい、本当にこうなんか基本すごく大事にしてあると思うんです。はい、基本一番大切なのは礼節。コミュニケーション、はい、そこから団,団結というものが生まれるんじゃないかなと。とまあ、これはあの下から上に礼節だけじゃなくて、上から下も。もうステークホルダーの業者様に対しても、皆さんに対しても下請けだとかっていう言葉も使わずに皆さん運命共同体という形での礼節。 よろししくお願いしますありがとうというその感謝の気持ちと、まあ、取りすぎても足りないのがコミュニケーションだというふうに思っておりますので、うん、そのコミュニケーションを取ることによって相手の気持ちが分かるまたえ共に苦労をしながら喜びの達成感も共に味わうというような、まあ、それが一つの団結につながるんじゃないかなって常日頃ラグビーはワンホールオールファンと言われるんですけどね、はいはい、どうですかもう本当もうこれがどういうのかなチームの究極かなと思うんですけど。はい ただまあなかなかできないんですよねそうですねだからこうずっと言い続けると言いますかあのでもそれを本当にこうなんか体現されてるっていうかもうあのずいぶんなんでしょうはい。古いお付き合いというかね26年のお付き合いさせていただいてますから藤澤さんがこう率いる組織っていうのはもうみんなこう熱くなってそうですねまあそれが私の唯一のできることなんでいやいやそれしかできないんですいやいやもう素晴らしいなと思ってとんでもございます だそういう意味でのこうどういうのかなやっぱりあの人を育てるっていうねそこがあると思うんですけど、はい、どうやってこうみんなを育てていくかどう熱い集団を作るかとにかく先ほど言いましたコミュニケーションとそれからまず教えてあげるっていうことですね、うん、教えてあげて期待をしてあげる、うん、それで小さなゴールでも、まあ、個人の能力差もありますんで。 え小さななゴゴーールルに入入っったたらみんでぞそうやってこうみんなで喜んで、うん、えこんなに頑張ったらみんなが喜んでくれるんだと、うん、それからよく言うのは「囲い込みをしようと、うん」と「調子の悪いやついたら一人ぼっちにすんなよと、うん」と「みんなで囲い込んで手伝ってあげてお前のやつだったら一番早くやってやるよ」というような声がけをして、うん、やはりこれだけみんなに期待してもらって時間取ってもらって教えてもらって。 それで結果が出なかったら悔しいって、うん、そのもう泣く涙が出るぐらい、うん、そういうほどのみんなで愛情と時間を調子の悪い人間を一りぼっちにするなと、うん、ですから落ちこぼれのない組織にはしたいなと本人があのやる気がないんだったらだめですけれども、うん、まあついてくる真面目にやってるんであればそれをなんとか一人前に育てようという組織を作ってます。本当すね、はい まあ、あの信じてっていうかその可能性をね,そ,ね、はい、それをずっと信じきるっていうのがすごいなと思ってよくねラグビーでも芯は力ない,いって言われますけどね、はいはい、本当にこうなんか信じるのって難しいですよね難しいですね、えー、でもこう信じられるからこっちできるっていうか、はいはい、そういうことあるのかなと思います,います、ね、藤原さんにはあの、まあ、僕はこう人材育成の仕事やっててね、はいはい、もうあの随分お世話になって、えー、<laughs> その研修にも。 ね、ずっとお付き合いさせてもらいます。ますますのご発展を。はい。はい。ありがとうございます。先生もあのビーヒーローで。また新たなすいそうですね。全国の青少年から。そうですね。もうね、私自身がやっぱりこう出会いですよね。出会い、人とも出会うその自分のヒーローって憧れる人に出会って。真似して。 頑張ってきたんですけど、はい、その人に出会うことによってこう今まで知らなかったこう素敵な自分というかね、はい、自分の夢とか可能性に出会うことができたって、うん、その出会わせてくれたヒーローだしそのこう夢を引き出してもらって、はい、その夢を追っかけて頑張れたかなっていうことで、はい、まあひょっとしたら私もこう誰かのヒーローになれるかもわかんないし、はい、そうでないしみんなそういうこう素敵な自分との、ねうん、出会いをしていくことによってみんながね人生 感動人生はヒーローロになれれるよといいうここをねこれをこう広げていけたらう私も先生とお会いしてから本当に人生変わって、うん、まあ年は3つ上ですけども兄貴のよ感じでいろいろ節目節目でそういったお話をいただいて <laughs>、はい、私ももう一回頑張ってもっと頑張ってみようというふうに思ってきました最後はもう人づくりだなとこの最後の仕事は人づくりだというふうに思っておりますはい、はい もうこれからのあのご活躍楽しみです。どれだけ大きなこう夢描いて、それをねあの本当に見せてくれるのかな。藤原さんにしか描けない夢があると思うんで。あそうですね。そう思います。ぜひ夢に向かって頑張ります。はい。ありがとうございます。はいどうも。はいよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。ありがとうございます。